カール・ヒルペルとカール・ヒルペルとは、ドイツの軍人。最終階級は、陸軍上級大将。バイエルン王国のニュルンベルクに生まれる。1907年7月に、バイエルン王国陸軍に入営し、不評第14連隊に配属される。1909年5月に少尉に任官。第一次世界大戦では、西部戦線に従軍し、終戦までに大尉に昇進。 戦後バイマル共和国軍に採用され、第21不評連隊で中隊長及び連隊副官を務める。1922年から1925年まで国防省勤務となり、その後はシュトットガルトの大部位軍艦区参謀となる。1929年6月に少佐に昇進し、ミュンヘンの第7軍艦区参謀及び不評司令官に転じる。 1933年10月、中佐に昇進し、1935年に第35不評連隊長に補えされる。1937年に第9軍団参謀長に就任。1939年4月に少々に昇進。第2次世界大戦冒頭のポーランド進行には、英軍集団参謀長として参加。英軍集団の解散後、 1939年10月に南倉川国境防衛部隊参謀を経て、翌年2月に西部戦線の第一軍参謀長に転じる。1940年10月に中将に昇進し、同月エルビンホンビッツ霊弁元水の D 軍、集団司令官就任に伴い、その参謀長となる。1942年、 東部戦線の大理部軍団司令官に転じる。同年8月に第20という軍団長に転じ、9月に不評大将に昇進した。1943年1月、増援を終えて強化されたヒルペルトの軍団は、レニングラード前面での困難な防衛戦を戦い、ついで第トリプレックスフォーティン軍団を指揮してボルホフ、川やシュリッセリブルクで優勢な赤軍の攻勢を、しのいだ。 この選考により、同年8月に、騎士鉄十字章を受章した。1944年1月に大愛軍団、司令官に転じ、ポラツクでの包囲殲滅を免れた。この功により8月に白洋付騎士鉄十字章を受章。9月に、第16軍司令官に任命された。1945年4月、クールラント軍集団司令官に就任。 ドイツ降伏直前の5月1日に上級大将に昇進。ソ連軍の空襲にもかかわらず秘密裏にドイツ軍将兵2万7千人をクールランドポケットから脱出させることに成功した。5月8日にソ連軍に降伏して捕虜となり、1948年12月に収容先のモスクワで死去した。ありがとうございます。